1番2番3番6番4番5番の体系、第3競争ただいまスタートいたしました。スリット通過後若干に3コース、そして、5コース4号艇コーススタート、インカレにいる体制1号艇2号艇、サチュラの3号艇ちょっとサイドかからず、おっとここで落水転覆です。バックストレッチ向こう上面でありますが、ここでリードを取ったのは2号艇、その後は1番6番と追走、向こう上面中間点にかかっています。後方ですが4号艇の坂野、それから5号艇の内野と追走、なお3号艇の吉田一郎でありますが転覆を期しております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コース2コース3号艇5号艇、わあ3コース、あなたこれはいけません。早いスタート、握って通る、ミーショーチを通って2号艇大手にもただいまのスタート、問題があった模様です。お知らせいたします。3号艇の西村あゆみはフライングのため変換欠場、3号艇はフライング、3に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コースから4号艇の村上、3コースから3号艇の小池、センター勢わずかにコーススタートも一瞬の1マーク、まず先制は1号艇の松下にまくる、4号艇の村上、打ち下して2号艇の武田和也でバックストレッチインから踏ん張るか、1号艇松下隆判定審議でもまくっていった4号艇の村上亮、この2艇ラップ状態、少し離れて3番手単独で2号艇の武田和也、後方は5号艇ムタ、3号艇小池、6号艇の栗木でスタートは正常です。一瞬の2マーク、1号艇松下が先前差し返す4号艇の村上亮、この差届いてくるか、しかし先に回った分先頭 2停進3停進リードを離して1号艇の松下が先頭で2番手に4号艇の村上、3番手2号艇武田に対しては3号艇の小池が接近、先頭と3番手争いが接戦で2周の1マーク、注目先頭争いは先に回って1号艇の松下にちょっとバタついた4号艇の村上両アクシデントか、これに加わって2号艇の武田2番手、3番手に3号艇の小池となって上位変わって1番2番3番となっています。4番手以降は5号艇6号艇で2周の2マークです。なおここでお知らせいたします。4号艇の村上亮は転覆のため失格、4号艇は転覆のため失格となっています。尼崎市長杯争奪尼崎城築城400年記念競争シリーズの4日目、予選最終日の戦いは第9レースを迎えています。なおこのレースは2号艇加藤隆選手が前半レース負傷のため欠場、5選手での対戦となっています。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。インの1号艇渋田少し立ち遅れまして、 2,3 コースが好スタート、3号艇が寄せそうですが2号艇が出て止める、先前するのは伸び返した1号艇で2番3番もつり合った、握っていく4号艇でバック側に入り1マークでアクシデントがありました。スタートは正常で先頭は逃げた1号艇渋田春代、2番手は4号艇武藤彩子、定冠相手3番手は2号艇の矢部内、上位の体型は1番4番2番です。一瞬の2マークトップで1号艇、続いていく4号艇、その後ろから2号艇5号艇で追い返してきています。3号艇の中里優子は一周の1マークにおいてアクシデント失格となってしまいました。先ほどに続きましてスタートライン上では少し追い風が吹く水面コンディションです。予選の3日目を迎えました日刊スポーツ杯争奪戦、水面上は第3レースを迎えますプライド予選です。なおこのレースは6番の片山亮介病気のため欠場となります。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。1番と3番が覗いたスタートになっていますが、これは早すぎるスタートがありました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライングデーがあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。
この第5レース1番の岡谷がフライング返還欠場です。1番に関する投票権すべて発売額と同額で返還いたします。大切にお持ちください。2マーク先頭で回る4号艇岡瀬に対し、サッシハンドル2号艇大橋、握った3号艇の向田、先頭は4号艇の岡瀬に食い下がる2号艇大橋となっています。レースの方はこれから2周目、先頭4号艇岡瀬対2号艇の大橋はボートを外に持っていきます。3番手に3号艇の向田でこれから2周の1幕、3号艇向田が仕掛けるところ握ってかわす4号艇の岡瀬、先頭は4号艇の岡瀬です。そして2番手が接戦、2号艇大橋対3号艇の向田となりました。その後ろは5番6番と追走。なおこのレース人気を集めていました1号艇岡田にフライング返還欠場です。投票券大切にお持ちください。2周にマークトップで4号艇の大加瀬、続いて握ってきた3号艇の向田、内側から2号艇の大橋、2番手は2番と3番両者が粘った状況、2番手争いが続いて最終周回です。さらに後ろは5号艇松下、5番手が6号艇の原田、3周1マークトップで回る4号艇の岡瀬、続いて2号艇の大橋、握って続く3号艇振り込んでしまって危ないシーンとなりました。3番手は5号艇の松下が上がって、上位3艇は4番、2番、5番と変わっています。なお3番の向田は1マーク付近で沈没のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。インから1号艇小池周平スタートを入れていきました。その後は2番3番6番5番も出ていく。1号艇小池逃げる、3号艇の青木がまくって攻める、刺す2号艇の高橋、続いて6号艇吉田が刺していく。先頭1号艇小池周平、スタートは前提正常でした。1号艇小池逃げました。2番手2号艇高橋、追いかける6号艇吉永と3号艇の青木が並んでいます。2マーク先頭1号艇小池、2番手6号艇吉田が仕掛けてくる、外いった2号艇の高橋、刺した3号艇の青木光太郎、2番手は2号艇の高橋壮と3号艇の青木光太郎、3番と2番が並走となって大時計前を通過。レースは2周目に入っています。1マーク先頭は1号艇小池がクリアです。2番手3号艇の青木に対し、2号艇の高橋刺していく、ここはへさきが浮いて交代。2番手は3号艇青木、3番手が2号艇高橋です。後続は5号艇6号艇、なお1マークでは一定アクシデント発生となっています。なお4号艇郷原翔平転覆のため失格、4番は転覆のため失格となっています。1番2番4番ダッシュ、5番3番6番の進入です。大時計睨んでタイミングを取ります。左横風に変わっています。スタートしました。3号艇深谷がトップタイミングダッシュよくいく、4号艇2号艇あたりに引っかかり、2号艇テレゴリが3号艇、それでも抑えきる深谷強気、6号艇根っこ切り込む高旋回、今垣バックへ入った、接触がありまして5号艇の久田敏行、これは落水のアクシデントでしょうか。前提スターター正常、なお残念ながら5号艇の久田敏行選手は落水でしょうか失格。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の椎名好スタートを切りました。6号艇の新田もいいスタートを切っています。1周1マーク3号艇の椎名がまくっていく、内抵抗できない1号艇の木村、その外握っていったのは5号艇の梅木に、内から4号艇の川島、あとは大きく離れていきました。3号艇の椎名が3艇身4艇身のリードを取って先頭、2番手5号艇の梅木、3番手は4号艇の川島で、スタートは正常でした。1周2マークに入ります。3号艇の椎名が先頭、5号艇の梅木が2番手、内から4号艇の川島差を詰めますが3番手、3番5番4番です。1マークにおいて1号艇の木村ですがアクシデントでしょうか。2周1マークにこれから入ります。3号艇の椎名が先頭で今クリア、5号艇の梅木が2番手、3番手は4号艇の川島、3番5番4番でバックストレッチに入っていきます。その後ろ後方2号艇の高岡、4 2号艇の高岡が4番手、6号艇の新田が5番手となっています。なおここでお知らせいたします。1周1マークにおいて1号艇の木村雅樹はエンストのため失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートまで3秒。スタートしました。あまり差のないスリット6選手1マークに殺到していきます。
先に回ろうと1号艇鈴木、2号艇の浅見が指していきます。握っていく3号艇の後藤、さらに外から5号艇の佐藤か、バックへ入りましたが先頭は1号艇です。インからあっさり押し切りました鈴木武史、2番手からは2号艇の浅見、なおスタートは前提正常でした。2マークを目指して1号艇鈴木が先頭、2号艇浅見2番手、3番手争いは西内、6号艇の谷村、4号艇の吉田が外、その内側からは3号艇5号艇ですが、一気にリードを広げた6号艇谷村が今度は2番手まで迫る勢いで逆転成功か。6号艇谷村、外から2号艇の浅見となります。1号艇の鈴木が先頭です。2番手6号艇の谷村、2号艇の浅見が3番手、上位3艇162、4番手からは5号艇佐藤か、5番手外、3号艇後藤、4号艇吉田が最後方となっています。2周2マークに入りまして先頭は1号艇の鈴木武史です。インを仕切った1号艇鈴木に、2番手追走は6号艇の谷村、3番手からは2号艇の浅見、上位3艇は162、おっとアクシデント、上位台形162となっています。お知らせいたします。4号艇の吉田、妨害失格ということになりました。お知らせいたします。5号艇佐藤岡祐樹、影響を受ける形となって転覆のため失格です。白い枠番の1号艇の強さが際立つ、そんな流れということになってきていますが、この第9レースの一般カードは1号艇で出走予定でした佐藤岡祐樹選手が前半レースで負傷のため欠場、5選手での対戦ということになります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コースが大きく遅れたスタートになりました。1コースから1番の小島、いいスタートを逃げ展開に持ち込んでいく。4コースから4番中岡まくってきますが少々流れてきました。さあ内をついては2番の表、さらには5番の八つ、刺してここは2番手争いになります。1番の小島はすんなり逃げました。スタートは前提正常です。2番手争いは1番内、伸びてきたのは6番の渋谷、6番の渋谷がここは先手を取りますが外から握って攻めて5番の八つ、八つが外からかわしました。一方その後ろ4番中岡は差し遅れました。一気に5番手交代です。3番手争いは6番の渋谷、外は2番の表が並んでいます。これから2周の1マーク、インコースめがけて4番中岡、さあ外大きく回って6番の渋谷かわす、そして後方では2番の表、アクシデントになりました。上位3艇は1番5番6番で2周目のバックストレッチです。これから2周に幕の旋回となります。なお2番の表は落水のため失格です。2番の表は落水のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから1番の浅見、いいスタートを切りました。センター線が若干へこんだ台形、1番の浅見が逃げる、3番の宝田がまくりにくい、内をついて2番の井川、井川の差しあと一歩というところ、1番の浅見が逃げる、リードはわずか、スタートは前提正常でした。2番手2番の井川に内に並んできたのは4番の平池、外につけるのは3番の宝田、この辺り2番手争い固まっています。先頭直線は突き放す1番の浅見、2枠トップで回る2番手内から4番平池、外握って攻めた2番の井川、後方では一手アクシデントが出ています。2マークです。2番手ここで外から2番の井川がかわしていきます。レースは2周目、内をついて4番の平池、まだその差一定身ぐらい、2周1マークの旋回となります。なお5番の木野は転覆のため失格です。1周の2幕、5番の木野転覆失格となりました。2マーク側のピット方向にぽっかりと浮かんでいる風情のある月、
秋の夜長の SG ナイトバトル2日目の攻防、サイドが後半戦に移ってきましたが、このカードは4号艇に上艇予定でした多藤稔選手、全レース負傷のため欠場変換となっていますのでご注意くださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4号艇のシーナー、5コース5号艇村上、わずかにコースタートも6艇それほど差がないか。一周の1マークインから先制は1号艇の佐藤、マクルー3号艇の野中、内を差して2号艇の大上、さらには5号艇の村上亮でバックストレッチ、やや佐藤流れたか。打ち差した5号艇村上亮判定進優勢、2番手も2号艇の大上が若干優勢で人気の佐藤龍太郎現在3番手、そしてこの2艇のうちから4号艇シーナーが接近。スタートは正常、一周の2マークの旋回、5号艇村上亮がトップターン、打ち切り込んでかちょっと2艇競ったか。打ちをついて1号艇の佐藤龍太郎が2番手に繰り上がって、3番手は6号艇の小池か。後方ですが2号艇大上拓人にアクシデントでしょうか。5艇が2周の1マークの旋回に向かいます。先頭5号艇の村上亮、2番手1号艇の佐藤龍太郎、3番手6号艇の小池哲也、現在上位の体型は5番、1番、6番となっています。これから2周の2マーク、自己艇レスキューを避けての旋回となっています。なおここでお知らせいたします。4号艇椎名豊ですが妨害のため失格、4号艇の椎名豊ですが妨害のため失格となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第9レース予選競争1秒前スタートしました。後ろがちょっとスタートは審議か、ただいまのスタート審議中です。1号艇2号艇がスタート審議中、1番土屋、2番の清水のスタート審議中です。お知らせいたします。この第9レースフライングありました。1番2番がフライング変換、1番2番に返します船券は変換となります。落合、中里、八須、魚谷、実森、中北の並びでスタートしました。3号艇八須が大きくスタートタイミングを遅れました。残る5艇は横一線で1周1マーク、逃げる1号艇落合に4号艇魚谷がつけ前に行ったが若干流れた、内をついては5号艇実森でバック側へ抜けて、おっと1艇アクシデントがあった模様。先頭は1号艇独走落合、2番手5号艇実森、3番手4号艇魚谷追走の1番5番4番内から2号艇やってきて、スタートは正常、1周2マークトップ旋回、1号艇落合、2号艇中里追っつけていったが握ってかわした5号艇実森の内から4号艇魚谷が並んでくるホームストレッチです。6号艇中北亮は1周の1マークでアクシデントにより失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前、スタートしました。サンライズ Z 線第5レース、さあスリットを伸ばしていく1号艇の前の両位置、1周の1マークインから逃げる1号艇の前のサッシのハンドル、2号艇の田村、間を割ろうとする3号艇の藤原、先頭は1号艇前の両位置、追いかける2番手が2号艇田村貴信、追走の3番手3号艇の藤原慎也。スタートは前提正常でした。1周2マークの旋回、1号艇前のがトップで旋回、2番手は3号艇の藤原仕掛けた、かわす2号艇の田村貴信、2番の田村が2番手、3番の藤原3番手、上位の体型は1番、2番、3番です。その後ろは4号艇の藤川が続いています。なお1周の2マーク、アクシデント発生となってしまいました。先頭は1号艇の前の両位置、そして2番手、2号艇の田村貴信、3番手が3号艇の藤原慎也です。上位の体型は1番、2番、3番、その後ろが4号艇の藤川俊文です。なお1周の2マークにおきまして、このレース5号艇の鶴田勲妨害のため失格、5番の鶴田は妨害のため失格、被害を受けました6号艇の大久保慎一郎は不完走のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。進入固定レース第7レース、スリット後のつかせる1号艇坂口めぐる、1周の1マークインから逃げる1番の坂口、幕井差し狙った3号艇の笠井入れない、切り込んできました5号艇の鈴木隆、バックストレッチ1番の坂口先頭、その後ろ2番手は5番の鈴木、追走する3号艇の笠井。スタートは前提正常でした。1周の2マーク、
トップで旋回は1番坂口めぐる、2番手5番の鈴木隆、3番手3号手の葛西のうち運んできました、4番の野村、2番の長谷川、3番手はなんとか踏ん張った3号手の葛西博之、追いかける4号手の野村康友。2周の1マーク、トップで旋回は1番坂口めぐる、2番手が5番鈴木隆、3番手3番笠井に外を思い切り握ってきた4号艇の野村、さあバックストレッチ、4番の野村逆転、3号艇の笠井4番手に交代、5番手が2号艇の長谷川千香を、最後方が6号艇の加倉優勢。2周の2マーク、トップで旋回は1番の坂口めぐる、2番手5番鈴木隆、3番手は4番野村康友です。その後ろ、おっと危ないシーンとなってしまいました。アクシデント発生です。レースは最終周回に入りました。トップは独走1号艇の坂口めぐる、3周の1マーク先頭で回ります。2番手が5号艇の鈴木隆、そして3番手が4番の野村康友、その後ろが3号艇の笠井博之です。なおこのレースは2号艇の長谷川、6号艇の加倉は添付のため失格となりました。予選第9レースを迎えました。なおこのレースに出場予定でした4号艇大久保慎一郎選手は前半レースで負傷のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。1号艇、3号艇、4号艇、この3艇スタートを決めていきました。中でも3号艇のミスミ伸ばしていく、1号艇浦上逃げる、3号艇のミスミがまくり出していく、そして2号艇森に、4号艇の青木、向こう上目センター争いは3番と1番です。スタートは前艇正常でした。3号艇ミスミと1号艇浦上が並走、3番手は4号艇青木。一周の2マーク、3号艇のミスミが先行していく、4号艇の青木攻めてきて、1号艇の浦上の差しは届かない、先頭3号艇ミスミ哲夫です。2番手が1号艇浦上拓也、3番手は4号艇青木幸太郎、後続は6号艇2号艇5号艇。レースは2周目です。1マークトップで旋回3号艇ミスミ哲夫、2番手1号艇の浦上拓也、3番手4号艇の青木幸太郎、向こう上面上の3艇は3番、1番、4番です。その後ろに6号艇松尾信国と2号艇森高弘が接戦です。最後方に5号艇三宅潤となっています。2マーク先頭は3号艇三角哲夫、2番手1号艇浦上拓也、3番手は4号艇の青木幸太郎、上の3艇3番、1番、4番の体系。レースは最終周回に入っています。一般戦第4レース、先頭3号艇の三角哲夫です。ここはさばいていきました。3号艇三角哲夫が先頭、2番手が1号艇浦上拓也、3番手4号艇のうちにアタック、2号艇おっと両者もつれてしまいまして、ここはアクシデント発生です。3番手は6号艇の松尾が浮上しています。上の3艇316となっています。その後ろに5号艇の三宅潤、なお2艇もつれてしまいました。なお4号艇の青木幸太郎、転覆のため失格となっています。最後の直線コース、まもなくゴールです。3番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン。なお2号艇森高弘はエンストのため失格です。4号艇青木幸太郎、転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。一般戦第5レース、1号艇3号艇この2艇、さあ3号艇の肘は仕掛けていく、まくる3号艇の肘はインから応戦、1号艇の荒井、4号艇の渡辺豊飛び込んでまくり出していきました。先頭は4号艇渡辺豊、スタートは前艇正常でした。トップ4号艇渡辺豊、2番手は接戦です。5号艇3号艇並んで、すぐ後ろに2号艇6号艇、一緒に巻く先頭4号艇渡辺豊、2番手5号艇の富永の外を逃げてくる3号艇は肘屋勝ちです。握った3号艇の肘屋が前に出てくる、その後ろには2号艇の山崎。レースは2周目に入っています。1マークの旋回、先頭は4号艇の渡辺豊、2番手2号艇山崎先取っていく、さす3号艇、おっと振り込んでしまいまして、アクシデント発生です。
2番手ですが、ここは2号手の山崎武史です。3番手は5号手の富永秀一、その後ろは1号手荒井秀隆、なお1マークでは2艇がもつれています。先頭は4号艇渡辺、2番手は2号艇山崎、3番手は5号艇の富永、先頭から4番、2番、5番の体型です。なおこのレースは3号艇肘谷勝樹が転覆のため失格となっています。現在6号艇はエンスト中です。向こう上面、ここはレスキューを避けて、先頭は4号艇渡辺、2番手は2号艇山崎、3番手は5号艇富永、なおエンストしていました6号艇関雄也は失格です。6番は失格となっています。1番、2番、3番、5番、6番、4番でスタートしました。センター3コース3号艇竹越ですが、これはちょっと早いタイミングでしょうか。1周1マークですが、現在スタートは判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券は大切にお持ちください。バック側へ入っていきますが、ここでファンの皆様にお知らせいたします。お知らせいたします。このレースはフライングがありました。3号艇の竹越選手はフライング変換欠場、3番の竹越はフライングにより変換欠場です。従いまして3番に関係する投票券はすべて払い戻し返還、お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。あまり差のないスイートになりました。第10レース、1周1マークへ向かっていきますが、インコースから1号艇の塩田がまずは1マークを先制、2コース2号艇真島、その内側4号艇の鈴木、外からは3号艇の君島通っていきますが、インコースを仕切りました1号艇の塩田は先頭でリードは3艇身、スタートは前艇正常でした。2番手争いは現在4号艇の鈴木、3号艇の君島、この両選手が並んで1周2マークです。1周2マーク焦点は2番手、内から5号艇の豊田もやってくるんですが、4号艇鈴木かわせるか、内をついた3号艇君島、3番君島はここは差し切って2番手、1番、3番、4番の体型となってレッツは2周目に入っていきます。先頭はリード広がりました。1号艇の塩田雄一、2番手は3号艇の君島がリードしています。4号艇鈴木握っていったんですが、これはバランスを崩して交代、アクシデントになりました。代わって3番手には2号艇の真島が上がって、上位は 1-3-2 の体型となっています。なおここでお知らせいたします。4号艇の鈴木選手は失格となりました。4番の鈴木は失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3コースから3号艇の柳井、4コースから4号艇の野中、センター両者が好スタートから1周の1マーク、インからまず先制は1号艇の松山、刺す2号艇の染川、まくり出す3号艇の柳井啓太、そして左右中を刺して5号艇の梅木啓太でバックする位置、まくり出し入ったか、3号艇の柳井啓太が一定身のリード、2番手インから残した1号艇人気の松山、3番手5号艇の梅木、後方は4号艇の中、2号艇染川、6号艇に行ったでスタートは正常です。1周の2マーク、3号艇柳井が先制、外へ行く1号艇の松山、そして内を刺す5号艇のメキ、その内を刺して4号艇の野中、そして後方では2号艇染川直也にアクシデントでしょうか。現在上位の体型は3番1番4番か、3番1番5番か、5番手に6号艇の新田、5艇が2周の1マークの旋回に向かいます。なおここでお知らせいたします。1周の2マークにおきまして、2号艇染川直也は転覆のため失格、2号艇染川は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第4レース予選競争、2秒前スタートしました。2番の前田咲がかなりスタート立ち遅れです。あとはほぼスロッタスタートでしょうか。1周の1マークへ若干振り込んだのが1番です。おっとここでアクシデントです。なおスタートは正常です。上位体系が現在4番、6番、5番、3番、4人のレースになっています。1号艇の藤原選手妨害失格となりました。そして2号艇の前田選手が転覆失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コースからスタートと踏み込んで5号艇の豊田が一気に内4杯叩いていった。1周1マークまくって5号艇、1号艇が小回り、6号艇が若干それに前が詰まって差し替えて、内から2号艇、3号艇バック側へ抜けて、先頭はまくった5号艇豊田、一気に5艇身抜け出して、2番手1号艇宮地に迫る、3番手6号艇森下、5番1番6番上位を形成してスタートは正常でした。1周の2マークトップ旋回、5号艇豊田、2番手6号艇がおっと若干失速打ちで接触しまして、そして2番手は1号艇宮地で、3番手には4号艇の入船が上がっています。
4番手からは3号艇柿内で、今2号艇が止まった状況。6号艇は走り出しました。2周目の1マークをトップで5号艇豊田、続いて1号艇宮地、3番艇4号艇入船が回ってバックスレッチです。お知らせいたします。6号艇の森下愛では妨害失格、2号艇の柳沢千春も失格となっています。1番2番3番5番6番4番の並びです。スタートしました。1番仙台7レース前提、あまり差がないスタートから1番3番5番6番と出ていく。一周1幕1号艇の上田が逃げる。3号艇はバランス崩してしまいまして、アクシデント発生。宇宙から待った2号艇6号艇5号艇向こう上面センター争いは1番と2番です。スタートは前提正常でした。若干前に出る1号艇の上田、追いかける2号艇内山です。なお3号艇の福田周平落水のため失格、3番は落水失格となっています。3番1番2番4番5番6番の並びです。スタートしました。優勝戦の第12レース、これはフライングデーとなりました。ファンの皆様、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。このレースフライングデーがあります。ファンの皆様、どうぞお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。なんと2号艇熊谷と3号艇の今村、2番と3番はフライングで散ってしまいました。2番3番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。